京橋グランシャトービルは大阪市宮古島区にある総合レジャービルである。その奇抜な外観と深夜を中心に放映される、得意な CM によって関西一円に知られる。林商事、株式会社が運営している、西洋の古城を模した外壁が黄色に塗られたビルである。グランシャトウとはフランス語の大きな城を意味し、公募で名付けられている。コーランは現在では、 数少なくなった70年代スタイルのキャバレーであった。また、ゲームポイントシャトと EX ではしばしばロケテストが行われる。1971年にオープン。台湾出身の実業家である林騒恩が建設した。現地にはかつて、京阪京橋駅があり、現在のグランシャトービルの北にある道路が、線路実機だった。東ビルの名を高めたのは、開業以来、 深夜帯を中心に放映されている同社のテレビ、CM である。京橋は、A とこだっせ、で始まり、店の前でも、エンドレスで流されている、大阪弁の CM ソングは、聴く者に極めて強烈な印象を与え続けている。俺たち氷金属で、アカシアサンマラがネタにしたため、近畿一円にとどまらず、全国的に著名になった。作曲者は、木田太郎。 あるいはキャバレー、コーラン専属バンドのバンマスなど諸説あるが、木田本人は明確に認めておらず、朝日新聞大阪版などは作曲者不詳としている。グランシャトーの名を高めたのは、1980年代末頃まで放映されていた佐藤 B 作にの東映の大部屋俳優、牧野二郎で、その当時の CM ソングも牧野が歌っていた。 1971年に撮影されたものとされるが、その後20年ほどにわたって取り直しなく放映され、続けたことから街の雰囲気や人々の服装などが放映末期には非常に時代遅れとなっていった。しかし、それがかえって視聴者の心をつかむこととなった。また、その男性と同社従業員と思われる女性が共演する東身大宇宙人物などが制作されていた。 ローカルタレントのリリアンが経営していた北新地のニューハーフクラブマダムリリアンを林社長が訪れ意気統合したのを契機に1990年代以降はリリアンがイメージキャラクターを務めるようになりなどのかぶり物バージョンがやつぎばやに制作されたこれらの中で異様さにおいて際立つのが15秒30秒バージョンが並存する浦島太郎編である 15秒バージョンは30秒バージョンを単に倍速で早送りしただけというチープさで類例を見ない。現在はナシがまさが出演している映画予告風のバージョンも存在し、もちろん CM の最後にはお約束のようにリリアンが登場する。宴会シーズン用のシャトーハンテン CM は各バージョンを編集したもので放映する。地上デジタル放送になってから CM は 京橋グラン社ー劇場の枠で囲っている。神戸の独立局3テレビでは土曜深夜0時25分に同社提供の明日のお天気が放映されている。1989年にビデオで撮影し直したものは2013年3月まで流れていた。現在放映中の映像は2013年に撮影し直したものである。また2013年版からは 系列店である、フレンチレストラン、ドゥアッシュ、旅館、桂山総宝来の里の映像も交えている。ありがとうございます。